かもしれないよって立ち止まった時はもう一度思い出してほしい。僕たちはどんなに遠くても繋がっていること。複雑に絡まってる毎日の中、本当は負けたいのに強がってたね。無理して背伸びしないでそのままでいて、君の顔が大好きだから、夢を叶えるために犠牲になったもの。君かもしれよって立ちとなった時はもう一度思い出してほしい。僕たちはどんなに遠くても繋がっていること。切なさを出会えて間違い繰り返し大人になっていくんだろう。だけどみんな覚えていてほしい、一人じゃないことを。ここから始めよう。今までの僕らとは違う、怠けない歩き出してゆくよ。どんな未来へでも強くなれるように。僕たちの二人はすっと続いてく。